アイスタに行ける。アイスタに行けない。アイスタに行ける。アイスタに行けない。アイスタに行ける。アイスタに行けない。どうも、リベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日2021年4月4日日曜日、明治安田生命 J1 リーグ第7節、清水エスパルス対徳島ボルティスの試合でございます。腱鞘炎治ったので拍手を解禁していきたいと思います。徳島さん、J1 にお帰りなさいませ。前回の対戦は2016年の J2 最終節、エスパルスが昇格を決めたあの試合でございます。アウェイの地におよそ4000人ものエスパルスサポーターが駆けつけて、ホームをジャックした試合でございます。僕は現地には行けてないんですけども、ダゾーンで見ていても号泣いたしました。徳島さん、先日ようやくポヤトス新監督とマルセルコーチが入国できたということで、これから改めてチームを構築していくという中で士気も高まっていることだと思います。ただ勢いに乗る前に今日勝って、エスパルスとしては今シーズンホーム初勝利、そして今シーズン初の連勝といきたいところであります。エスパルスの方も昨日4月3日にブラジルからディフェンダーのウィリアム・マテウス選手が無事入国できたということで、これから真のロティーナ・シミーズが始まっているわけでございます。今日のスタメン、そしてベンチを見ても誰が出ても遜色ないような豪華な布陣でございます。エウシーニョ選手がね、ルヴァンカップの仙台戦に続いてスタメンということで期待が高まります。で、今日のメンバーには入っていないんですけども、ディサロ選手とか達田選手とか、もちろん他の選手もまだまだ黙ってはいないと思うんで、ここからさらに楽しみが増えていくと思います。あとですね、試合終了後に一つお知らせがありますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは、今日もリモートになってしまうんですけども、ダゾーンを見ながら精一杯の熱い思いを送って応援していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。リベロチャンネル。さあ、アウェー徳島ボルティスボールで前半キックオフです。エウソンも軽快な動きでコンディションは問題なさそうです。サンタナ強い、サンタナ強い。さあ、西澤くんからサンタナへ、いけ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 。だんだんとコンディションもパーフェクトなものに近づいてるんではないでしょうか。金子くんが追う、金子くんが追う。エウソン、取れるか、取れない。今の、バックパスじゃないの？徳島の、ちょっと誰かわかんないですけど、選手が、戻したボールをキーパーが、直接手でキャッチしたんですけど、これはバックパスではないんですかね？ちょっと僕、ルールについてよく、詳しくはないんですけど。どうなんだろう？ちょっと詳しい方教えてください。まあ、20分過ぎぐらいでほぼほぼ徳島がボールを握るシーンが多いんですけども、危ないエリアまで、ね、ペナルティエリアのボックス内まではボールを運ばせてないというか、ここはエスパルスとしては、ロティーナ監督としては狙い通りという理想的な守備なんでしょうか。ただそれが攻撃につながらない。ちょっとこれは中断前からの課題を克服できていないように見えてしまいます。今23分過ぎぐらいに飲水タイムが取られたんですけども、その時にゴンダ選手がね、笠原出身、ちょっと去年いろいろありましたけども、なんかコミュニケーションを取ってたんでね、そういうところから審判との信頼関係を築いていくという、さすが、日本代表、ゴンダ選手であります。去年は試合終了後にユーゴがガン無視されてましたけども、忘れましょう、あれは。さあ、来るぞ、あっさり失点。権田選手の弾いたところをまた詰められて、権田選手本当は自分の体の近くに落としたかったのかもしれないんですけど、もしかしたら今日雨でね、思ったより前に飛んじゃってそこを詰められてしまった感じでしょうか。もうしょうがない、取り返せ。ちょっと徳島さん、ゴールしてからさらに乗ってきてるように見えます。いいよ、戻らなくて。さあ、アディショナルタイムは2分。前半のうちに追いつけるか。
そこでアディショナルタイム2分を経過した。徳島がボールをつなぐが、どうなる。ここで前半終了でございます。ちょっと拍手しがたい内容でした。ボールを奪っても前へ運べず、代表ウィークの中断前と課題は変わらないというか、ね、このまま終わったらこの雨の中見に行ってる方たちがかわいそすぎる。奮起してくれ。交代でもなんでもいい。まず追いつこう。ハーフタイム。さあ、ハーフタイム終わって後半ピッチに選手が出てきたんですが、一気に3枚替えするようです。金子選手に代わって中山選手で、福森選手に代えて原輝樹選手、そしてごっちゃん後藤選手に代えてカルリーニョ選手出てまいりました。とにかく点を取りに行くぞ、勝ちに行くぞという交代だと思います。さあ、エスパルスボールで後半キックオフです。え？ PK？ 嘘。鈴木義則選手がクロスを体でブロックしたように見えたんですけども、あー微妙なとこだけど、この辺じゃない？胸からお腹のあたりに当たったように見えたんですけど、今リプレイを見る限りはこれは VAR は入らないか。あ、笠原主審がイヤホンに手を当てていたので、もしかしたら裏と確認を取っているとは思うんですけども、靴が減ってくれ。あ、主審からこういうジェスチャーが出たので映像確認が入るようです。頼む、ね、だいぶ試合が今止まってますけども、これで PK になるかならないかでかいよ。いや、当たってないんじゃないか、これは。ちょっと微妙な。あー、左腕にちょっと当たってるかもしれない。これは鈴木義則選手の左から見た映像だとちょっと当たってるように見えます。あー、 PK かー。しょんないしょんない。ゴンちゃん頼む、ゴンちゃん。うわー、くそ。まだ時間ある、まだ時間ある。あー、ここで西澤くんに帰って中村啓太選手です。西澤くん、お疲れ様です。さあ、飲水タイム明け70分過ぎたところで、あ、河合選手に変えて鈴木唯人選手。唯人、ルヴァンでプロ初ゴールを決めた鈴木唯人選手が入ってまいりました。スタンドからも大きな拍手で期待の現れが。カルのシュートはわずかに上、遠目から狙ってきましたけども、うおー、うまい、このターンは。さすがという技術は見せてくれましたけども、ゴールには至らず。もうセットプレーでも何でもいい、とにかく点を。バウド選手がハンドをアピールしてますね、相手の。でコーナーキックからバウド選手のヘッドが相手の手に当たったんじゃないかと。あの鈴木義則選手のあれがハンドになるんだったら、今のもハンドになるんじゃないかなと素人目には思うんですけども、どうでしょう。さあ、間もなく90分が経過します。で、 VAR でちょっと試合が止まったんで、アディショナルタイム長めに取られるかもしれないんですけども、90分経過して6分アディショナルタイム。せめて追いつきたい。本当は逆転したいけど、この時間では厳しいか。正直、とにかくまずは1点。あー、さあ、怖い。うっそー、ドンピシャ。決
定的な追加点が徳島さんに。今シーズン3点取られたのは初めてじゃないですかね。リーグもルヴァンも全て含めて。こんなに崩れるものか。でもエスパルスの選手たちはまだ戦ってるんだ。俺も戦う。頑張れ。もう後半アディショナルタイムも残り1分を切ったところで、徳島の選手前線からプレスをかけてまいります。よく走ります。さあ、エウソンのシュートが外れて、アディショナルタイムも6分経過。相手ゴールキック、このまま終わってしまうのか。このまま終わらないで終わった。徳島ヴォルティスさん、 J1 初の連勝ということでおめでとうございます。まあね、今エスパルスの選手も雨が降ってたし、ちょっとみんなテンションが下がっちゃったかな。しょうがないかなって。そんなわけあるかい。今シーズンワーストの試合ですよ、これは。結果的にも3失点で今シーズンワースト、内容的にもワースト。ロティーナ監督のサッカー大崩れしないと思ってたんですけども、どこで歯車が狂ったのか。もう1点目からかな。ホームで勝てない。鬼門アイスタ、言いたくはないけど鬼門アイスタ、その言葉が返ってまいりました。いいんだよエスパルスの皆さん、俺がねアイスタに行くまでホーム初勝利待ってなくても、ちょろっと勝ってくれちゃっていいんだよ、俺を待ってなくても。ただ精一杯の強がり、ね、ポジティブなことを言わせていただくならば、まだ序盤です、ね、マテウス選手も入ってきて、片山選手も戻ってくるでしょう。まあ、選手が変わるだけで解決する問題なのか、その辺は素人の僕には分からないんですけども、信じるしかない。ロティーナ監督を、そして選手を信じます。でも次の浦和レッズ戦まで中2日ですよ。落ち込んでる暇はない。修正する時間もそんなにないですけども、やってやりましょう。俺たちならできる。エスパルスならできる。やりましょう。強がっては見たものの悔しい。リベロチャンネル、お疲れ様でした。皆さんご存知のように、本日 J1 第7節清水エスパルス対徳島ヴォルティスは0対3でアウェー徳島ヴォルティスが勝利いたしました。本当お疲れ様でした。雨の中、ね、特に現地に行かれた皆さん、風邪ひかないように、しっかり体拭いて温まって、休んでくださいと。ここで、オープニングでも言ったんですけども、私リベロから一つお知らせをさせてください。 YouTuber リベロとしてではなく、俳優リベロとしてのお知らせになります。7月21日水曜日から7月25日日曜日まで、7ミリオンズという劇団さんのセカンドハウスという舞台に出演が決定いたしました。ありがとうございます。正式名称が7ミリオンズ in 2021、何はともあれ夏は来るセカンドハウスという作品になります。まだ台本をいただいてないので、全くどんな話になるかまだわからないんですけども、僕もで過去3回7ミリオンズさんには出演させていただいてて、今回が4回目になるので、すごい信頼している劇団さんなので、必ず面白いものになります。基本コメディをされる劇団さんなんですけども、で場所が、東京の中野にある劇場ももというところになります。で先ほども言ったんですけども、上演期間が2021年今年の7月21日水曜日から7月25日日
日曜日までとなっております。ぜひこのリベロチャンネルをご覧くださっている皆様にも、YouTuber としてのリベロではなく役者俳優としてのリベロを見に来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。6月後半ぐらいから稽古が始まりますので、そこから、その本番が終わるまでの間ちょっと動画をお休みさせていただく形になるんですけども、ちょっとねまだ先の話ではあるんですけども、その辺もご了承ください。でうまい具合に上演期間に J リーグの試合がないんですよ。なので、これをご覧くださってる皆さん都合がつけやすいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。エスパルスサポーターの方だけでなく、サポさんもね、あの関東近辺にお住まいの方とか、ぜひ、中野に、東京の中野に、見に来ていただけたら嬉しいです。でまた舞台の予約方法とか、ご予約の開始日時とか、そういう詳細が決まりましたら、この動画内とか、あと YouTube のコミュニティとか、あと Twitter とかでお知らせをさせていただきますので、こちらご覧になっていただけたら、幸いです。ということで、エスパルスとは何の関係もなく、しかもこんなショッキングな試合の後でしたけども、一つお知らせをさせていただきました。というところで本日の動画以上になります。今日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この動画もしちょっとでもいいなと思ってくださったら、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。タサポさんも大歓迎でございます。あと私リベロツイッターをやっておりますので、説明欄からフォローの方よろしくお願いいたします。ではまた次回4月7日浦和レッズ戦の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロがお送りいたしました。今日はですね、祝杯用に徳島のお酒を買ってあったんですけども、焼け酒用になってしまいました。御殿桜ってもんですかね、酒屋の作ったドブロク、僕初めて飲むんですけど、どういう味なんだろう。なんか見た目は甘酒みたいに見えるんですけど、早速開けていきたいと思います。いやもうこれを飲んで今日のことはきっぱり忘れて、次の試合に切り替えてまいりましょう。エスパルスに乾杯。エスパルスに乾杯っていうか、エスパルスが乾杯。